今回は本当に遺作展ということで、すごいわがままなお願いを私もしまして、今まで出したことの絶対ない作品をということで、版画の初期の作品から切り絵のシリーズと、あと最後の合作の作品まで、もう約250点の作品を出していることが特色なことと、切手 の原画を描いたっていうこともあるので、切手の原画と切手を展示するのは唯一今回の特色になると思います。本当に先生は何でしょう、素晴らしい方なんですけど、人前に出るのが得意ではなくてですね、シャイで可愛らしいところがあってですね、平成15年の時にサイン会をやったんですけども、その時に一言ご挨拶をしてくださいって私がお願いしたんですけど、いらだやだやだって言って本当に隠れてしまって、ちょっとだけ会釈をして皆さんに拍手をしてもらって終わりになったっていうことがありました。先生今年の5月16日にお亡くなりになったんですけども、ご遺族の方たちのご希望もありまして、平成13年と15年にお世話になった逓信総合博物館で、ぜひここで最後の先生を送る会をしたいというご希望もやっと叶ったなと思ってですね、ぜひこの企画展を見て、先生 の生涯の生き方というか哲学みたいなものも少し感じ取っていただければなと思います。